皆さんこんにちは。女心を歌わせたらナンバーワンと言われる歌手の角川ひろしさん、女心の伝道師なる異名を持っています。今回は角川ひろしさんのこれまでの経歴について深掘りしていきたいと思います。まず角川ひろしさんのプロフィールについて見ていきましょう。角川ひろしさんは1953年12月25日生まれ、広島市の出身です。高校時代は高校野球の名門広陵高校で野球部に所属していたそうです。レギュラーではありませんでしたが、在籍時に広陵高校は春夏3度甲子園大会に出場し、高1の春の第42回選抜高等学校野球大会では角川ひろしさんの1年先輩にあたる佐伯和志を擁して優勝した箕島高校に準決勝で敗れるなど健闘ぶりを見せました。その後同校の軟式野球部に入部しました。後年の芸能人野球大会では幾度か出場し、経験者らしいプレーを何度も見せていました。歌手を夢見て高校卒業後に歓楽街やクラブで歌っていたという角川ひろしさん、地元広島の歓楽街ルカワや福岡博多のクラブで歌い、中洲で歌っているところをスカウトされ上京し芸営に所属することになります。1976年4月、涙ぐらしで RVC RCA レコードより歌手デビューを果たしました。同年第18回日本レコード大賞新人賞、第9回日本優先大賞新人賞をはじめ、新人賞を総なめにしました。同期にはピンクレディ、新沼謙治さん、芦川よしみさん、内藤靖子さんなどがいます。翌々年1978年には許してくださいで NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、その後合計3回出場しています。カラオケなどでよく歌われている角川ひろしさんのヒット曲ベスト3といえば、2018年リリースの女の涙と、1982年の女の気持ち、2017年の女の明かりです。いずれもタイトルに女が含まれていることからもわかる通り、角川ひろしさんは女心を歌わせると右に出る者はいないと言われています。女心の伝道師という異名も持つ角川ひろしさんの女の涙は、愛しい人を待ちわびる切ない女心を丁寧に歌い上げた一曲です。また角川ひろしさんの中期の大ヒット曲女の気持ちでは、一生を捧げて一人の男を慕い続ける女性のけなげな気持ちを歌いました。女心を歌わせたら随一の角川ひろしさんは、女歌って込めちゃいけないと秘訣を語っています。悲しい歌も悲しい顔で歌わず、押し出すように歌うと人の心に届くそうです。デビュー40周年を迎えた時には、津軽海峡やラブイズオーバーといった名曲を集めたヒットカバーアルバム女心を発表しました。女歌の集大成アルバムを完成させています。一方では声帯模写を得意とし、モノマネ番組の創世記にもよく出演していました。レパートリーは美空ひばり、南春夫、阿波谷のり子、森進一、五木ひろし、前川清、小林明などがあります。角川ひろしさんのモノマネは非常にレベルが高く、自宅の家電製品のほとんどがモノマネ番組の商品だったそうです。ちなみに和田アキ子さんを囲むアッコファミリーの千田光雄さんと共に初代の宴会部長だったことは知る人ぞ知るエピソードです。2012年に角川事務所株式会社を設立し、デビュー以来所属していた芸営から独立しました。 NTVK 連続ドラマ「あんちゃん」の挿入歌「うさぎ温泉温度」を歌唱しています。放映当時はレコード化されませんでしたが、1995年に発売された大滝詠一ソングブック2などの CD に収録されています。1987年発売のシングル曲「お守り」は「時の流れに身を任せ」など一連のテレサ・テンさんのヒット曲で知られる荒木豊久、三木隆のコンビによる楽曲で、シングル発売こそありませんでしたが、テレサ・テンさんによるカバーもあり、テレサ・テンさんのファンにも人気のある一曲となっています。そんな角川ひろしさんは1980年に女優の津山敏子さんと結婚しました。1981年に娘が生まれるも、1996年に離婚してしまいます。離婚後に娘の親権を持ったのは津山敏子さんでした。
親権を持つ代わりに慰謝料をもらわないという約束だったそうです。その後、津山敏子さんが毒親となってしまったことがメディアで報じられ話題となりました。かつては清純派女優として活躍していましたが、離婚を機に週刊誌に暴露記事を発表したほか、お色気写真集を相次いで発表するなど大胆な芸能活動を再開しました。毒親と言われる一端は、津山敏子さんの強烈な娘への愛情が引き起こしたことによるものですが、裁判沙汰にまで発展していることから普通ではなかったということは分かっています。そんな日本を代表する女優として活躍していた津山敏子さんは、2023年3月16日に持病の心臓発作によって亡くなっていたことが分かりました。津山敏子さんの所属事務所によると、昨年8月持病が突然再発して具合が悪くなり、10月まで入院していたそうです。2023年2月上旬、娘が在住しているマレーシアに移ったそうです。しかし病状が回復せず、マレーシアで再び入院していましたが、病院で亡くなっているのが見つかったそうです。血栓により心臓発作を起こしたのが死因だといいます。一方、角川博士さんは1999年に21歳年下の演歌歌手澤田彩さんと再婚しています。交際期間1ヶ月でプロポーズをしたそうです。澤田彩さんは本名を金井塚沙織といい、1975年3月12日生まれです。演歌歌手として活動していた澤田彩さんですが、これまでにリリースしたのは「お馬」と「アイヤの女」の2曲だけとなっています。そのうち「アイヤの女」は角川博士さんと結婚後に発売したものです。「お馬」の売れ行きがあまり良くなかったために2曲目を発売することができなかったのでしょう。それが角川博士さんの妻となったことで話題性も兼ねてリリースにつながったのではないかと考えられます。多くのヒット曲を持つ角川博士さんと歌手としては成功したとは言えない澤田彩さん、歌手としての立場も違い、20歳以上の年齢差がある2人、結婚までの馴れ初めが大いに気になるところです。2人の馴れ初めについて調べてみましたが、情報はありませんでした。ただもともと澤田彩さんの母親が角川博士さんのファンだったことが分かっています。きっと母親の影響で澤田彩さんも角川博士さんに好意を抱いていったのでしょう。ファンだった角川博士さんが息子になった母親はどんな心境だったのでしょうか。角川博士さんには前妻との間に娘が1人います。お名前を鈴木未来さんといい、かつて歌手として活動していました。小学校中学校はインターナショナルスクールに通い、大学在学中にはニューヨークでボイストレーニングを受けたという本格派です。2005年にミニアルバム「ミナギ」でデビューし、翌年にはシングルとアルバムをリリースするも、その後は楽曲を発表していないようです。すでに鈴木未来さんは結婚しており、2011年に女の子、2016年に男の子を出産しています。ただ孫とはいえ、角川博士さんにしてみれば前妻との間に生まれた娘の子供であるため、どこか後ろめたさがあるのか、角川博士さんが孫について語ることはあまりありません。ちなみに角川博士さんの次女と孫の年齢差は8歳しかありません。8歳差であれば姉妹と言った方がしっくりきますが、実際は宿母と姪となります。なんとも不思議な感じです。現在の妻である澤田彩さんとの間には、2000年に長女の結衣さん、2003年に次女の花さんが誕生しています。それなので角川博士さんには娘が3人いることになります。角川博士さんは1953年生まれなので、次女が生まれた時はすでに50歳を過ぎていました。そのため健康を気遣ってか、次女が生まれたことを機に禁酒を始めたそうです。ついでにタバコもやめました。ちょうどコロナ禍も重なり、ないからしょうがない、成り行きに任せていましたよと述べています。こういう時だから出すことに意味があるんじゃないかな、それが僕ら歌手の務めと心境を明かしていました。孫についてあまり語ることのない角川博士さん、前妻との間に生まれた娘との関係がギクシャクしていると思いきや、そうではないようです。西村智美さんの公式ブログには、そのような懸念を払拭する話題が綴られていました。西村智美さんの2016年11月20日のブログには次のように書かれていました。BS 家族歌合戦、家族の絆ということで、
今回は家族3人で出演しましたが、ご覧いただけましたか？今回楽しみだったのは、対抗相手のご家族が家族ぐるみでお世話になっている大先輩の演歌歌手の角川博士さんご一家。奥様は元演歌歌手なのに、今回は出場せずに長女のゆいちゃん、そしてお孫さんが出演。ゆいちゃんの圧倒的な歌唱力に感動してしまいました。まだ小さかったゆいちゃんがこんなしっかりしたお嬢さんになって、なんだか自分の娘のように嬉しいです。ボイストレーニングをして将来歌手を目指しているそうですよ。ここからもわかるように、家族対抗の歌合戦番組に角川博士さんは長女と孫と一緒に出演したようです。孫と一緒にテレビに出演するということは、家族の関係が良好なのは間違いありません。そう遠くないうちに歌手デビューする日が来るかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は角川博士さんのこれまでの経歴について深掘りしてきました。人とのつながりを大切にする人柄だからこそ、女心を表現することに長け、女心の伝道師とまで言われる歌い手になったに違いありません。デビューから40年以上が経った今も新曲を発表し、精力的に活動している角川博士さん。これからも深く艶やかな歌声で日本の女心を歌い続けてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。